が阪神に対1気の連勝で東京ドームでのファイナルステージへ駒を進めた d n a 先発のアンドレ・ジャクソンは初回森下翔太にホームランを浴び1点を先制されるも2回には阪神先発の高橋治人から戸柱安隆が走者一走のタイムリー2塁だと巻き周吾のタイムリーで一気に逆転7回にはマイク・フォードと佐野啓太のホームラン構成で6点を追加し 試合を決めた。ファイナルステージ進出を決めた DNA だが、大量リードで投入しともに失点した JB ウェンデルケンと上茶谷大河に対し、13日放送の CS フジテレビ1、プロ野球ニュース、に解説として出演した大谷昭彦氏は、やっぱりどうしても投手陣が弱いですよね。先発もちょっと足りないし、中継以降も厚みを増さなきゃいけない中で、 今日はウェンデルケンとカミチャタニ差もあったので最後投げさせてみたんだけど、両方ともちょっと使うには厳しいなというコントロール、9のキレなんでね。ちょっと厳しいかなという気がしました、とバッサリ。続けて、打たれても、結構このボールいいなっていうのがあればよかったんだけど、どのボールも全部もう一つだなっていう感じがあったんでね、と切り捨てた。先発ではエースの東勝樹。 中継ぎでは後半結果を残したローアンウィックが離脱している DNA。ファイナルステージまでに投手陣のテこ入れが急務となる。協力、フジテレビワン、プロ野球ニュース2024。